味方とお見合いする鈴木ザイオンがこちら。ザイオンは決定的なセーブが2個、3個あった。しかし、最後のバレーリとのミスは本当に残念だった。なかなかにひどいけど、まあこれも経験値と捉えたらいいでしょ。経験値で埋めれそうなミスしかしてない、成長が楽しみな失点シーンですね。普通にザイオン良くないと思うんだけど、取り消されたとはいえゴール2つ決められてるし、味方との連携ミスで1点を失っている。あと、パンチングでピンチを招いているところも、変わってない。なんで評価されてるかわからん。できれば1失点した味方のミスは、手で書き出して欲しかったな。ザイオン弾いたボールが相手に落ちるのが多い気がする。キーパーなんだけど、そこだけが引っかかる。あなたが色眼鏡で見てるだけで、プレミアの試合でも、そんなの日常茶飯事です。ザイオンは、本当1試合に1回は必ずやらかすな。どんなにスーパーセーブしても、安定感ないゴールキーパーは無理。何かしらやらかすんだよな。ポテンシャルは高く、低位プレイが多いんだけど、大舞台でこういうのあるときつい。ザイオンの失点シーンひでえな。ネットニュースでザイオンが絶賛されていたから、見に来たけどひいき目だったわ。シュートストップは、どのゴールキーパーでも止めたであろう、普通のプレイだし、連携ミス、前に出たのに、しっかり引けずと、失点レベルのミスの方が目立ったな。まだザイオンアンチっておったんやな。いい加減認めるしかないよ。